すごいな。やば。やば、ギリだ。バラバラ雨音がまるで道を阻むように進めないままでいる僕の心濡らすキラキラ雲の向こう。このさん、はい、これもやっておいて。え、でもこれって何？はい、わかりました。それって、お父さんの課長に頼まれた企画書じゃない？うん。言いたいことはちゃんと言った方がいいよ。うん、ありがとう。でも大丈夫。いや、ミエルはマジで偉いよ。だってさ、仕事押し付けられてもニコニコ引き受ける。将来いいお嫁さんになるタイプか。違うよ、ニコニコすることしか取り柄がないだけ。はあ、ねえ、美咲の将来の夢って何？今さら夢？あ、昔の将来の夢って何だった？漫画家かな。漫画家。でもなんで諦めちゃったの？なんでって、いや、そもそも無理でしょ。所詮子供の頃の夢だよ。そっか、夢に賞味期限があるっていつから思うようになったんだろう。お疲れ様です。お疲れ様です。幸せ？本当に？残業なんかしたくなかった。心の中でなら本当のことを言えるのに。この子の夢には賞味期限なんてないんだろうな。そうでしょ。うん。なら行ってきなよ。佐藤さんの手柄になってるよ。別にいいよ。はあ。だってゴタゴタするのとか嫌だし。僕を照らす
で聞くラジオ。この資料は私がつくもさんに頼んだものです。私が作成したものではありません。ちょっとあなたは黙って。私はただ違うことを違うと言ってるだけです。佐藤さんはミスだけは私の仕事にしようとするんですね。これからはご自分のことはご自分でなさってください。失礼します。これ